空圧機器の一覧、サイクロペディア、七百二十八年より空圧あるいは空圧システムは、科学や工学分野において圧縮空気を用いて装置を駆動する方式である。A. ヌーマティックスは、ギリシャ語で風を意味する、π ヌーイプシロンウプシロン μ ァータウイオタカッパ、ヌーマティコスから由来している。空圧にあたる言葉は、西暦六十年のアレクサンドリアのヘロンに最初に、 登場しているが、それ以前から知られていた気候である。空圧とは、大気をコンプレッサーによって、加圧、圧縮し、その圧力や膨張力を、エネルギー源として、機器を動かす装置群である。往復運動をするピストン、回転運動するモーター、空気の流体としての運動を利用した、粉体輸送システム、さらには、圧縮空気によって汚れホコリを吹き飛ばす清掃などに、用いられる。 空圧は、油圧と同様流体の力を応用しているが、油圧と比べて低い圧力で使用される。油圧が高負荷、高圧、重装備であるのに対し、空圧は低負荷、低圧、簡便な設備でかつ、火災の心配が少ない安全な方式である。大部分の工業用空圧機器は、0.5から0.7ンパで動作する。油圧では、 一般的に7から35音波が用いられ、時には70音波を超える用途もある。空圧装置は圧力源装置、空気清浄化機器、潤滑装置、制御機、アクチュエーターで構成される。圧力源装置は主に電気モーターによるコンプレッサー、圧縮された空気の温度を下げるアフタークーラー、エアータンクで構成される。アフタークーラーは、 圧縮により高温になった空気を冷却する。エアーイク中では水分が凝縮して溜まるため、そこにドレイン弁があり、自動的または手動により定期的に排出される。空気清浄化機器はエアドライヤーとエアーフィルターがある。エアードライヤーは圧縮空気を露天以下に冷却して、空気中の水分を結露させて乾燥空気を作る。結露した水は自動的に排出される。 エアーフィルターは水以外のホコリなどを除去するが定期的な清掃が必要である。エアードライヤーはコンプレッサーとエアータンクの間に設置されることが多い。エアーフィルターは空気配管中の各所に設置される。潤滑装置はアクチュエーターに必要な潤滑油を空気中に細かい粒状にして混入させる装置でルブリケーターとも呼ばれ、アクチュエーターの直前に設置される。 制御機は圧力や空気の方向や流量を調整する制御弁からなる。アクチュエーターは圧縮空気のエネルギーを利用して往復運動、回転運動、粉体輸送などの作業を行う。空圧は様々な形態で用いられる。出カでは同じ出力の電気ドリルに比べ空圧ドリルの方が軽く速くシンプルになる。 例えば、動力を供給するコンプレッサーがドリルと分離でき、送られてきた圧縮空気でドリルの先を超高速で回転させることができる。空圧による移送システムは、多くの工業で、粉体やデバイスを移動させるのに用いられている。空総中部は、物体を長い距離移動させることができる。空圧機器は、爆発性の粉塵やガスが存在し得る下深い、鉱山のように、 安全上の理由で電気モーターが使えないところにも用いられる。特に重要な空圧機器ではフィルターや除湿器を通すことにより品質の高い安定した空気を作る必要がある。空圧機器の例としては以下のようなものがある。石油ターミナルで用いられている空圧バリアよく用いられる空圧装置としては以下のようなものがある。空圧制御ロジックは 工業プロセスの制御によく用いられている。基本部品としては、空圧制御ロジックは、工業プロセスの制御法として信頼性があり、機能的である。近年では、電気機器の小型化や低コスト化に伴い、これらのシステムは、電気制御システムに置き換わっている。しかし、圧縮空気だけが動力源である場合に加え、デジタル制御に比べた時の更新コスト、安全性、 その他の優位性などを考慮して、空圧機器はまだ活躍している。ありがとうございます。